は忍び姉さんとかなえ姉さんと3人で任務。姉さんたちの足を引っ張らないようにしようって、そう思ってたんだけど。油断した隙に鬼に足を掴まれた。かなえ、ちょっと私たちの妹に何をするんですか。お前ら姉妹だったのか。でもこのガキは雑魚みたいだな。もう怒ったわ。カナオを話しなさい。な、こいつ蝶のように動きが早い。私も加勢するわよ。えい。なあ。助かった。カナオ、大丈夫？怪我はしてない？大丈夫。よかったわ、カナオが無事で。カナエ姉さんったら、カナオが捕まった途端にすごく怒ってたわね。当たり前じゃない。カナオは末っ子なんだから、長女の私が守らなきゃ。過保護なんだから。結局姉さんたちに助けてもらっちゃった。姉さんたち鬼相手にすごく余裕な動きをしてた。私ももっと強くならなきゃ、姉さんたちと並べるくらいに。どうしたの、カナオ。難しい顔しちゃって。うん、私ももっと強くならないと。もしかして助けられたことを気にしたの？大丈夫よ、カナオは年の割にはすごく強いんだし、センスもあるわ。それにうちのカナオは可愛いんだから。姉さん、それ今関係ないから。姉さんたちはそう言ってくれるけど、もっと姉さんたちの役に立ちたい。私、柱の方に稽古をつけてもらってくる。え？あら、私たちも柱だけど。いろんな人に稽古をつけてもらって技を盗んでくる。行ってきます。え、もう行くの？ちょっと、カナオ。あの日から岩柱様や水柱様、風柱様の稽古を受け続けたけど、やっぱりみんなすごい。私なんて足元にも及ばなかった。岩柱様に筋がいいと褒めてもらえたけど、私なんてまだまだだよね。ふぅ、考えても悩むだけだし、もう寝よう。あれ？私、何してたんだっけ？ここは？カナオちゃん！あれ？ねずこちゃん？カナオちゃん、大丈夫？え？鬼の攻撃を受けたでしょ？そうだったっけ？ヒヒヒ、お前は雑魚だな。俺に勝てるわけがない。あ、鬼？よくもカナオちゃんは。ねずこちゃんが普通に喋ってる。許さない。友達を助けるため、悪い鬼を倒すためなら、私はもっと強くなる。ねずこちゃん、体が大きくなってる。なんだお前、強そうだな。えい！いやー、痛い！ねずこちゃん、さっきよりすごく強くなってる。すごい。あれは鬼の力なの？私も一緒に戦わないと。もっと強くならないと。でも、私はあんなに強くはなれない。私は、やっぱりダメなんだ。君、何言ってるんですか？誰？僕は孫悟飯。君を勇気づけに来ました。勇気づけに？君、自分が人間だからって弱気になってるみたいですけど、僕も人間だけど、覚醒して強くなりましたよ。君も強くなれる。立ち上がるんだ。私も強くなれる。そうだよね。私だって鬼殺隊の一員。ねずこちゃん、私も戦うよ。姉さんたちと肩を並べるために。今のは夢の中で知らない人に勇気づけられた。緊急！緊急！コスガイガラス、緊急ってどうしたの？炭治郎、禰豆子、
鬼との対戦で苦戦中、急いで応援に向かえ。炭治郎たちが。そうだ、今はかなえ姉さんも忍び姉さんも出かけていていない。私が行かないと。任務場所はここのはず。炭治郎、どこなの？カナオなのか？炭治郎、大丈夫？うん、ちょっと怪我しちゃって。そんな、鬼は？禰豆子が今戦ってくれてる。うわぁ、ちぇ、なんだこいつ。鬼のくせに人間の味方なんてしやがって。がぁ、禰豆子ちゃんが覚醒してる。禰豆子は俺を守るために。そう、俺がもっと強かったら禰豆子を守らなきゃ。炭治郎もそんな風に思うんだ。大丈夫だよ炭治郎、今はここで少し休んで。私も禰豆子ちゃんみたいに強くなって戦う。カナオ、あの鬼は本当に強いんだ。柱の人を呼んだ方がいい。大丈夫、私に任せて。大好きな炭治郎に怪我をさせた鬼、絶対に絶対に許せない。カナオ、カナオの匂いが変わった。なんだお前、すごい迫力だな。炭治郎を傷つけるなんて許せない。ひぇち、二人がかりで引き落とそう。姉の呼吸、愛の方。なんだその方は。お前ら何なんだ。炭治郎を守りたい。必殺隊じゃねえの。炭治郎覚醒斬り。いや、覚醒してるのカナオだぞ。やった、倒せた。うん、禰豆子ちゃん、共闘してくれてありがとう。カナオ、すごいぞ。禰豆子と息がぴったりだったよ。ううん、それより早く屋敷に戻って炭治郎の怪我の手当てをしなきゃ。で、私、愛の方なんてすごく恥ずかしいこと言っちゃったかも。つい頭の中が怒りでいっぱいになって。愛の方って初めて見たけどすごくいいな。本当？うん、カナオに大事に思われてる感じがして嬉しかったし。うん、炭治郎のために戦う時だけ使える方なんだよ。じゃあ俺もカナオのためだけの型を作ろうかな、なんて。もう炭治郎ったら。お兄ちゃんとカナオちゃん、またイチャイチャし始めた。私、空気にされてる。まあ、いつものことだけど。禰豆子？どうしたんだ？ニヤニヤして。そして、蝶屋敷に3人で戻ったら、忍さんとカナエさんがいて、お兄ちゃんの怪我の手当てをしてもらったの。大事に至らない傷だったみたいで、本当によかった。強くなれないってあんなに悩んでいた私だけど、炭治郎を助けたくて必死になったら強くなれたよ。やっぱり愛の力ってすごい。みんなは覚醒して必殺技を使えるとしたらどんな技を使ってみたい？ぜひコメント欄で教えてね。